今日は2022年2月22日スーパー猫の日ということで、私が猫といえばこのゲームだなと思って、今このスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドというゲームをプレイしています。もうこのゲームはまあおまけみたいなもので作られたんですけど、このゲームほんと猫尽くしになってて、あ、もうあそこから見えるんだ。だから今日は猫の日、猫尽くしで行こうと。だから今からとりあえずはそこの島を一周ぐるーっと回っていろいろ見ていこうと思います。じゃあ行ってみましょうか。うん、ここの音楽好きなんですよね。で、聞いてて思うんですけど、この曲ってすごく猫らしいと思うんですよね。猫ちゃん、おいでおいで、おめでとうね、今日は。今日は猫の記念すべき日です。離れがたいけど、そろそろ行かなくちゃ。ここにもう一枚あり、あともう一枚か。もう猫泳ぎなんですよね。無事で1枚あそこか。あー、まあまあこういうこともあるでしょう。あ、休んでる、起こしてしまった。1匹持っていこうかな。この緑の子に決めました。すると強い。これなんて名前だったっけ。 3D ワールドに登場する敵なんですけど、この時もう猫耳生えてますね。尻尾も生えてるし、てかこの世界はみんなそうか。よし、じゃあ社員をいただき、まだまだいける。最後にここにくっつき、トイッ、2個目。わわわわわ、よし。で、実はもう1個あるんですよね。あ、ここネズミが足まってるんだ。あ、踏んじゃった。こっちに飛んでいきます。なぜか知らないけどここにあるんですよ。なんでしょうね。まあ取りましょうか、せっかくあるなら。あ、いい曲だな。ここあ、猫じゃなくなった。猫がいいです。もっと続けていったけど、まあこのゲームをもっと隅々まで探索するとあいつを見ることになるし、もっと続ける必要が出るしな。ちょっと短いですけど、今回はこの辺りで終わりにしようと思います。このゲームあらゆるところに猫要素が埋め込まれてて面白いんですよね。こう連続で撮れるようになったらもっと続きをやりたいです。そしてあいつも
あいつとも正直に向き合います。よし待ってろよ。はい、フューリーワールドを撮り終えました。カーボンです。皆様、猫の皆様、スーパー猫の日おめでとうございます。2022年2月22日です。ここまで2が揃う日はもうない、なかなかないと言われますね。ツイッターで見たんですけど、次こうやって綺麗に2が揃うのは2222年の2月22日。つまり今日から200年後って言われてますね。200年。2世代向こう行ってますよね。その頃まで生きてればいいんだけどな。でも、ちょっとその頃の地球が不安な気持ちもありますね。どうなってるんでしょうかね、200年後。200年後も猫さんたち、やった、猫の日だっつってお祝いしてるでしょうか。そうだといいな。あと今回撮ったこのフューリーワールドですけど、本編のおまけなんですよね。で、もっとのんびりプレイしたいし、30秒キャプチャーを気にせず、もっと悠々とプレイしたいな。で、キャプチャーボードの購入も検討しました。あれにしようっていうのを今決めています。あとは注文するだけですね。だから、これをのんびりプレイする日もいずれ来るかもしれません。ただ、もう片方の本編の方、スーパーマリオ 3D ワールド、こっちも猫尽くしなんですけど、こっちはスイッチ版でプレイするより前に、まず、Wii U 版で出た2013年に発売されたディスクの方をプレイしようと思うんですよ。そっちの方と、Wii U 版とスイッチ版は、実はちょっとだけ、てか結構いろんな要素が違ってて、空中で折り返して飛び込むことができるできないだったり、あと基本的な歩く速度が、今作スイッチ版は速くなってるんですよ。で、僕、3D ワールド Wii U 版の方では、のんびり歩くのが好きだったんですけど、で、こっちの 3D ワールドだと、歩こうとスティックを倒した瞬間にダダダダって、駆け足を踏むようになっちゃって。まあ、スピーディーに攻略するならこっちがいいかなとは思うんですけど、最初にのんびり、こう、歩いていこうかなって思うのなら、Wii U 版でのんびり、プレイしていこうかなって思ってます。だから、3D ワールドプレイするなら、まずは Wii U 版。Wii U 版の方からやっていきますね。でもこのフューリーワールドも、猫熱が収まらないうちに続きをプレイしたいですね。このフューリーワールドの、とある島、もう、さっきの島にいた時点から、その僕が大好きな曲がかかる島には行けるんですけど、そこの島の音楽がまた陽気で楽しいんですよね。あと、とある生物に乗った時のあの音楽とか。とても楽しみだ。やってみたいことがいっぱいあるわ。じゃあ、もう今日はここら辺で短いですけど、雑談も終わりにします。またフューリーワールドをお楽しみにしてください。僕も楽しみです。では、失礼します。